こんにちは、ボーノです。ここでは全ての基本となる電気とはそもそも何かということを説明していきます。光を検知できるのも、モーターを回すのも、コンピューターが処理してくれるのも全て電気のおかげです。このように電気はあらゆるところに存在しているので、最初に電気の基本的な知識を押さえておきましょう。まずはミクロの世界に飛び込んで、電気がどのようなものかを見に行ってみましょう。電気とは電子が一定方向に流れたものであり、もともとはその電子は原子の中に含まれています。これは同原子の中身をミクロなレベルで見たものです。中心にプラスの特性を持った原子核があり、その周りを電子が回っている構造をしています。プラスとマイナスの数は等しいため、全体的に見れば電気的には中性となっています。電子は何層にも分かれて回っていて、内側の電子は原子核にとても強く結合されているのですが、一番外側の電子は中心から離れているため結合力が弱いです。この関係を簡単なモデルで表すと、このように中心がプラスで、その周りをマイナスの電子が回っていると表すことができます。それでは回路の一部である導線の中に入っていきます。このように導線は導原子がたくさん並んでできています。一番外側の電子は結合力が弱いため、導原子同士が隣り合うと、お互いの電子の通り道を共有し、電子が自由に行き来することができるようになります。ただし、この段階ではまだ電子がいろいろなところにランダムに動き回っているだけで、電気が流れているとは言えません。ここで外からの力が加わることで、電子はその方向に一斉に動き出します。ここで初めて電気が流れた状態となります。なお、この時外から加えた力を電圧、電子の流れを電流と呼びます。なお、電子の向きと電流の向きは逆になっています。これは電子の存在が後から発見されたために起きてしまったことで、どっちを基準にするかという言葉の定義だけの話なので、あまり深く考える必要はないと思います。次に、電気と水の特性は非常に似ているという点も押さえておくと、この後の理解がしやすくなるので説明しておきます。電気の世界では電圧が加わると、まず最初に一番プラスに近いこちらの電子がプラス側に移動します。その次にその空いたスペースに電子が移動します。そしてその空いたスペースにさらに別の電子が移動します。これを繰り返すことで電子の流れができています。一方で水の世界はどうなっているかというと、配管の中を流れる水にポンプによって水圧という外部の力が加わると、まずは一番下流側にいるこちらの水分子が下流側に移動します。その次にその空いたスペースに水分子が移動し、その空いたスペースにさらに別の水分子が移動します。これを繰り返すことで水流になります。電気と水が同じような性質があることが分かっていただけたでしょうか。